夕食にこちらを食べよう。楽しみだ。その前に氷結グレープフルーツを開封。うまい。こちらは氷を水筒に入れて持ってきたのでコップでいただきます。塩上ガツを焼いていく。焼き加減がわからん。どのくらい焼けばよいのかな。このぐらいかな。ご飯はどうかな。良い感じに炊けました。塩上ガツは肉厚でコリコリした食感が良いです。黒胡椒もいい味です。うまい。キャンプでの食事は美味しいですね。日が沈んで昼間33度超えだったので寝袋は暑いかなあと思い、何もかけずに就寝しましたが、途中暑くてタオルを水に濡らし体を拭いたらさっぱりして就寝。夜中と朝方に景観を楽しみに何組か高台に来ていました。高台にキャンプしなくてよかったです。多分それなりの頻度で来るのでしょうね。こちらをお供に天体観測を楽しみます。やはり朝方は寒くなり起きてしまい、めんどくさがらずに寝袋を出しました。キャンプ起床時のルーティーン、モンカフェコーヒーを入れましょうか。朝のキャンプ場でのコーヒーは良いですね。高台からの眺望はどうかな。雲があり優れませんね。今日の朝食はこちらです。今回はドトールコーヒーを入れます。コーヒー準備中にミツバチ発見。蜜を採取中のようです。
苦いコーヒーに甘い菓子パンの組み合わせです。相性良いですね。朝は曇りでしたが、次第に良くなってきました。今日も晴れの予感。高台からの手作り庭園、今はこんな感じですが、10年したら立派な木になり、木陰を提供してくれるんでしょうね。眺望を堪能中。今回は休みながら時間をかけて楽しみながら撤収します。それでは次の目的地に出発、深川道の駅に来ました。ここの食事もいつも混んでいるのです。11時開店とほぼ同時に着いたので昼食にします。限定の文字が目についたので、スタミナ豚釜飯を注文。自動販売機で食券を購入するとそのまま注文されるスタイル。どれどれ美味しそうですね。温泉卵、味噌汁にたくあんがついてます。注文してから釜一つ一つ炊き上げるスタイルなので15分ぐらい時間がかかります。撮影しながら片手でうまく混ぜるのが困難。温泉卵豆乳、キムチとコチュジャンが美味しく甘辛いタレとキムチの辛さが絶妙で至福の時間です。甘味が食べたくて帰り道にある北家老さんに寄りました。こちらのケーキセットを食べたかったのですが混んでいて断念。ソフトをチョイス。気温33度もあるので中庭に着く前に溶けてしまいフライング。北家老さんは美味しいものがたくさんあり、ソフトはあまり食べないのですが外れなしです。うまい。帰りに藁攻撃に遭いました。どういうことだ。トラックの牧草ロールが原因でした。